おはようございます。ジャスト株式会社代表、関正幸です。私どもの、ね、会社も2017年で創業、2017年5月1日で創業20周年ということで、ちょっと振り返りというかをしたいと思うんですけれども、それにですね、ちょっとこの図を使って振り返ってみたいなと思いますね。ちょっと繰り返しになるんですけれども、売上とコストがありますよと。で、大体危機になると、大体赤字かもしくはトントンぐらいになりますよね。で、だんだんコストが、上がってっちゃう、いろいろ。で、売上が下がってっちゃう。もう危機だよね。で、それを乗り切るために、今度コストを下げていきましょう。で、今度売上を上げていきましょうって頭使うよね。これ、こういうのって改革期。で、そこをうまく乗り切ったりすると順風が来て、やがてそれが豊満になっていく。豊満、あんまり考えないでいろいろやって、いろいろ管理もずさんになってきて、やがてまたそれでコストが上がってきて、売り上げなんかも下がる。で、意外とここら辺はあれなんだよね、天狗になっちゃってるんで、意外とお客さんが離れてったりね。ちょっと前の私たちみたいなことがあるかもしれません。で、この20年間でね、やはり私との3回経験しましたよ、これは。3回経験した。その20年間の中で、創業期が危機だとするとね、いろいろ、創業期ってね、なかなかの、まだ経営のことよくわかんないんで、いろいろやって、一回ね、創業して、いろいろ保険の代理店でうまく、一応行って、で、学習塾やったりとかね、あと老人介護のビジネスとか、いろんなことやったんで、結局学習塾と NPO を手放したね。それでまた危機が来たんだよね。で、これが一つのサイクル。で、そしてその危機を乗り切った、創業期も危機なんだけど、この第2回目に来た危機はどうやって乗り切ったかと思う。どんな危機だったんですか。要はね、収入の柱が4つか5つぐらいあったんだね。はい、保険でしょ、車検でしょ、学習塾でしょ、あとの老人介護の、4つか。で、この柱 の学習塾 と、老人介護がなくなっちゃったはい、その状態でどう乗り切ったかってことですよね。そうへ、そういう時にちょっとね、あるお客さんからちょっとうちの事務所借りてくんない。でカラオケボックス経営してたんだよ、はい、でカラオケボックスの一室を月1万円で貸してくれるっつうんだよ、ね、はい、でちょ駐車場も込みに、2台ぐらい貸してもらったんだよね、でそのね駐車場の大体1坪ぐらいの駐車場なんだけど、そこにねちょうどこれ国道のロードサイドにあったんで、はい、そこに遊び感覚でもうちょっと売れるか分かんないけどやってみるかっつって、車のに値札、安い車ではもう、ただでもらってきたような車に値札をもうほとんど、すごい安い価格つけて置いて、2台置いといたら、意外とバンバン売れるんだよね。で、いや結局その車検の関係で結構車の情報を分かってたんだよね。で車検やってるからいろいろこの安くどうやったら直せるかみたいな分かってた、で車いいよね、でほんで車の販売を覚えたんだよね。そうすると車の販売について詳しく教えてくれる人がいろいろ来て、そこでなんかノウハウが蓄積された、で、それでその車関係にこうなんか集中投資してた、でここ乗り切ったって感じだよね。でね、この順風期にあれだね、セミナーなんかやってるね、この企業セミナーみたいな、で
あとそのセミナーがやれたっていうのは実はこの前のこのサイクルに学習塾経営してたからね、うんうんうん、であのどういうふうに大きい生徒を集めてどういうふうに運営するかすればいいかって分かってたんで、それやってだんだんこの放慢期とね、その第2回のサイクルについてはね、見事に何て言いますか、この一般世間のこの景気サイクルとこうマッチってね、うんうん、でここでリーマンショックがドンときて、で放慢期はねちょっと僕がやっぱ結婚とかがあったもんで、いろいろその準備とかでやっぱこうおろそかになってたんですな、うんうん、でもねこれがこの放慢期がないと結婚もできなかったような気もしなくはないんですね、うんうんうん、でちょっと一旦切りましょう、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。